種目はですね、鳥居組が非常に得意とする種目なんで、はい、この辺でちょっと頑張ってもらいたいですね。このモンテズ組にも聞いたんですけれども、何のダンスが一番好きかと言ったら、自分はこのルンバが一番好きだと、一番得意としてると言ってましたけれども。そうですか。この得点が途中でどんどん分かってくるというのは新しい方法なんですね。そうなんですね。この採点が上に出ますね、まあ、あれは本当に心理的に選手にいろいろな影響を与えます。ああ、選手の皆さんにとっては、ね、はい、石原組が1ポイント、モンテズとまた鳥居組の同点ですね。はい、今のところ全く引き分けてますね、はい、これですとまだ優勝者が全然分かりません。私たち見ているものにとってはとてもこう、そうでしょうね。選手の方にとっては、私は経験しましたね、もうあそこに最後で逆転したんですけども、ああいうこのものに負けないで踊るということは選手にとって大変なことなんですね、点数が入ってくる選手はいいんですけれども。軽く見えないとダメですね。ああいうところ持ち上げるところなども重そうにやったんではね。ルンバというのは男女の愛を表現したんですか。そうですね、はい、こういうものは日本人などはどうなんでしょうか。そうですね、最近日本の人たちもね、もう非常に上手になってますんでね、まあ、外人には独特のムードがございますから、動きは止まらなくなったですね。良くなってますね。